い、どうもラリホンです。とはいえ今回はね、ちょっと久しぶりですけど、みんなのとこ見ていこうと思います。短編版、花火の店プレイ集、10というわけでね、鈴木さんのね、短編版店プレイ集、パート10やってきましたというわけでね、見ていきましょう。まあ、結構ね、まあ、前回、前々回と、リトルマック流行ってんのかなっていう、その、個人的に流行ってんのかみたいな感じで、すごいいいプレイとかね、そのリトーマの阻止とかあったんですけど、今回もあんのかな。さあ、何それ。ヨッシーがそんな動きしちゃったらもうダメだよね。50% ぐらいから死んだ。まあ、他はあったけどね。さあ、このガオガエル阻止しまくって。ガオガエルって、まあ、最近注目されてるけど、もうなんか皆さんが思ってる以上にこいつ動けるよね。ガオガエンって動けるけどね。とか言いながらやられてきましたけれども、まあ、フォックス、ウェビー、そこで。それ横バーストできるんだね。サドルは、投げから、はい、0%から入っていって、空後、ウェビーと。もう、打ちとくすぎんだよな。うん、一番理想系じゃん。はい、メテオから空後ダウン連して、そこからもう一回食い手からでバーストっていう。で、同じ試合かな、はい、また、下投げして、ダウン連をメテオでして、そんな綺麗にやりたい。俺もやりたい。そういう感じにやりたい。この上スマッシュをあのステップで近づいてくる感じね。もうそう、今のはかわいそうや、ブーったの。今のは上スマの判定ちょっと何とかしてあげて欲しかったと思うけど、ちょっと画面が辛いんでやめてください。だからこれからサムネのシーン、やばいじゃん。ウルトラバック、そんな動きできんのというわけで、もうパート10まで来るとね、もうクオリティもおかしくなっていきます。もうサムネだけじゃないとね、目玉のサムネプレイもありますけど、それ以外もね、もうバン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 うまいっていうのが鈴木さんのね、店プレイ集でした。パート11もよろしく。花火の日本、小6の微妙な店プッシュ、1というわけで、まあ大体うまいんでね、もうサムネがもう財布で出てる時点でね、あのうまいんですよ。小6で財布出すのは、あの、犯罪って教わらんかった？お父さんお母さんに。誰から教わったねんっていう感じなんですけれども、まあ、YouTuber やな。俺とかも関わっとったかもしれん。うん。財布、小学生が覚える問題に。あ、でも、まずはマリオ。もうゴブリンさん！もう絶対ゴブリンさんや。ゴブリンさんダメやで。小6があんなことしたらあかんで。カズヤも使えるというわけで、まあ、そのサムネいましたからね。横スマート。コンピューターやけども、あれ、一戦目は普通の人だよね。まあ、いろいろ、コンピューターも、オンラインもあるって感じなんかな。もうね、もうコンピューターとか関係ないんですよ。もう小学6年生なんやから。もう小6年からもうね、もうコンピューターにやってるのが逆に立ち代わりだからね。コンピューターに即死攻撃決めんのよ、小学生がって俺思っちゃうからね。さあ、これは、水色なんで、これはスマ知識さんか、うん、ルイキモじゃなくて、ラリホンチャンネルでよく見させてもらってるね。あの、スマ知識さんのカラーリングなんで、まあ、意識してるとこあるんかないんかもしれませんけど、これはもうわけわからんコンボね、横さんね。横さん空中上で、即死攻撃とかしてましたかね。うん。スマブラ4 Wii U かと思ったけど、多分わからずにやってるよね。うん。あの、空中、上だけで運ぶ、うん、何やってんのこれ。これ一緒にやってるやつがおるんですよね。もう小6かな、小6二人組であんなことやってんの。うん。まあ、考えられるのは、まあ、小64人で、友達4人で、あの、チーム戦やったとか。それともオンラインチーム戦、二人でオンラインってやつやってるかもしれんけども、結局は、やばいっす。うん。結局は黒いっす。上火でね、追い打ちてくるって。今のそれ青カラーやったけど、俺かもしれん。青カラーおらへんから、俺以外に。見たことないもん。さあ、これ踏みつけていって。もう、ルイキモやん！すべてが。もう、ルイキモより上手かった。今の。ルイキモ超えです。おめでとう。上投げバーストなんや。さあ、リンクも、あ、なんかもう、やめとこう。上手すぎるわ。うん。なんか、まるさん、やんとか言ってるけど、もう、そんなん、超えてるだろ、レベルに上手いわ、この人。下投げ横強、ジャックして、恨みでもあるんというわけで、あ、おーおー、一気に 50% で、ね、横スマ当たりすぎ CPU かの、もうちょっと危機感を覚えてほしい。さあ、これは前投げしたかな、はい、TNT、何この建築、何が一体起こるんだ、もう分からんよ。うん、なんか何かが起こったけど、解説できません。うん、今のジョーカー、なーにそんなベルトコンベア魔人家みたいな。目の前にやってきましたけど。うん。これいいの？チーム戦の地獄門魔人家とかもあるけど、これもいいね。うん、これも悪くない。まだある？さあ、ガオガエンの方か？いや、ルイージ、暴発でもすんのか？いや、しない？メテオ？まさか？
こっから逆転していくのか。マジかよ。それは普通にうまい。なかなか受け身できやん場所の場所やったかね、今の崖のところもね。いや、小6を自称してる30歳かな。花見の日本オーバーキル4000というわけで、もう4000も選んでくれたんですかと。もうありがたいのかどうか分かりませんけれども、見ていきましょう。ちょっとさ、久しぶりやもんね。さ、今日さ、実況下手じゃない？なんかうまいこと喋れへんだけど、なんか結構久しぶりな気がするんで、まあ、ストックとかもあったんで、みんなが思うより結構空いてるんですよ、あの動画の期間が。さあ、まあまあ、まあ、オーバーキル見ていきましょうか。はい、ここは、はい、空下して2連続これはオーバーキルなのか。2回やらなきゃ帰ってきたんじゃないか。今のは必要キルだと。それはオーバーキルや。それはオーバーキル。これは91%で、うわー、もうすでに 91% でこの最大ダメージを当てる時点でオーバーキルなんやけど、そのオーバーキルのオーバーキル言ってきましたね。ぶっ飛びやばいっすからね、ロイのあの最大ダメージね。これは、おい、死にませんのでメテオに行く感じかな。まあまあ、これぐらいのオーバーキルはね、俺いいと思うわ。うん、どのオーバーキルが良かったですかというわけで、あの初めのガノン の, あの必要経費なキル。花見のライホン初チンプレイ集2おまけ付きというわけで、もしこれ前回か前々回ぐらい見たと思うんやけど、あの初めて言いながら普通に面白かったやつなんで、格闘技良かったんかな、サムネイルも言いましたから、ちょおまけも楽しみに見ていきましょうか。はい、これなんヒゲか、あれミーってヒゲつけれるよね。でもあんまりヒゲつけてる人おらへんよな、ミーにな。そう考えるとアミーボじゃん。おお、急にこう分かりづれ、どっちがアミーボなんや。当たんのそれ、え今、え今どっちが掴んだ。あ、今掴むのかけ。あの距離で当たるんだでビビったけど、あれ崖掴めるんだ、結構驚きないよ。うん、普通にやばくないか。はい、あ、普通にこれは本人さんかな。うん、もうそれが好きだね。ああだな、あーとか言ってるけど、まあ一応ね、バーストできましたけど、普通にな、映えるんだよね。うん、見栄えす、やばいな、見栄えがめっちゃいいんだよね。あのへ、なんか釘打ちヘッドバットみたいなやつ下火ね。うん、別に見栄えはいいんだけど、やっぱカウンターとかの方が、カウンターとかそのガチャとそのゼロ様のフリップみたいなのあるじゃないですか、あっち選ばれるんやけど、まあ、普通にあの下火をね、そのなりわいとするスマブラ実況者も出ていいんじゃないかっていう、俺で言う魔人剣大学さんで言うおやすみみたいな感じ。うん、俺いいと思うんですけどね。うん、なかなかいないですよね。うん、おまけきた。はい、なんだ、レベル2 アミーボやん。レベル2アミーボに何やってんねん。泣くぞ。さあ、これは、はい、おまけ多いね。あー、これはかっこいい。今のは完全に読んでるね。悲しくなっちゃうから、その使いとして。あ、読みが冴えてるね。うわうーわ、いいね。普通にジョーカーうまい。あ、いいな。ファルコンパンチを反撃でガードして、はい、クーマ一段から、いいですね。おまけ多くね。ちょっとおまけ多くね。うん、俺はいいんですけどね。うん、俺はいいんですけど、おまけ半分ぐらいあったのこれ。うん、そんな気がするけど、もう良かったです。花火は日本 CP のバカ集2というわけで、結構久しぶりやけど、まあ前回1も面白かったんでね、見ていきましょう。これだけバカというよりかわいそうっていうサムネだけど、そんなね、あの哀れみの心もね、あのお持ちな投稿者さんというわけで、まあ結構バカやったんでね、前回のこのシリーズもう相当みんなが思ってる2倍か3倍か5倍ぐらいはやばかったんでね、まずかわいそうなプレイね。 CP がアイス食らいますね。相方キーかな、おそらく。やっぱり。とはいえ、あれ、捕まんのな。うん。今のは相当かわいそうだな。いや、ちょっと待って。今のタカシ何これ。何やってんねん。タカシ見えない何かに怯えてる。見えない何かに怯えてるしや、これ。もう、それはダーのバカやねんな。うん。ちょっとビビったんかな、ドンキングにな。嘘でしょ。さあ、これはこれなんか、変なところで回避やって事故っちゃうパターン多いね。そればっかやよ。ビビりすぎやろ、ヒーローだに。ちっちゃい。できた。
いやいや、それはちょっとかわいそう。え、下が見えへんねん。 CP も同じ気持ちなんかもしれん。下が見えねえっていう。おいおい、めちゃくちゃ煽るやん。煽るから足滑らせんねん。ハラペロ日本激ツインスクイズ50というわけで見ていきましょう。なんかすごいぞサムネ。しずえなんか大丈夫、あれなんか挟まってない、なんか誰かのケツとかケツの間に挟まってないか、なんか大丈夫か、あれしずえ。ちょっと今回むずそうやな。まあ、横すましそうなクッパ見えましたけどね。当てていきましょうか。まあ、今横すまやろ。横すまなんですよね。しずえもベレースも青チームっぽいぞ。うん。まあ、基本的に横すまやろ。何かわざと勝ち合ったかな。うん。うん。あ、ベレース開かないんや。じゃあ、アイムリョコさんのこと？なるほどな。チームアタックありやから、ベレースも、ぶっ飛ぶ顔してるんだ。なんか、青に見えたけどな、オーラ。花村日本激戦スクイズ51というわけで、ちょっと当てて、終わりだよね今日はね。うん、なんか毎回なんか当たってないからね、最近ちょっと調子悪いんでね。今日はまあ2問中1問は当てていきたいので当てよう。うん、まああんまちょっとチームとか言わんほうがいいかもしれない。ワニが青なのは見えますね。リンクとあれ、ま、え、あれ勇者か、あ勇者やな。 え誰あれ、マルサあんな盾持ってたっけ。まああの下しますねワニ。え、多分あロイか、ワニが攻撃してロイ飛んでるはず。あってるということでよろしいんですかね。はいどうもー、シャカカザキ TV です。というわけでなんか久しぶりやったね。なんか久しぶりな感じするんやけど、なんやろ。あ、土日明けやからか。俺いつも言ってるね、なんか土日明けはいつもみんなを投稿してしまえと思うよな。やっぱ2日実況しないとあれなんすかね。え、金曜日って何あげたっけ。カスタムあげた気がするんだけど、あげじゃないか。あと最近カスタマーズもね、ちょっと僕楽しくって動画上げてるんで、まあちょっとみんなの投稿の頻度ちょっと落ちちゃってるとこはあると思うんですけど、まあ別に上げ続けるので、まだやめてあげてないんで、よろしく。で、逆にカスタム技とかね、見てない人はよかったらね、面白いんで、みんなの投稿をつけたら多分楽しめると思うんで、面白いプレイとかいっぱいあるんで、よかったら動画一覧から見てください。で、そうそう、最近古い動画また、見えるらしいね。なんか昔古い動画から順番みたいなのあったけど、一回消えちゃって、また復活したっぽいんで、俺の初実況とか、まあ、簡単に見えるようになったと思うんで、よかったら見てください。